はい、これから、の、聖書の学びを、共にしたいと思いますけども、その前にちょっと簡単にお祈りしています。神様、これから、あなたの御言葉を学びます。語る者の上に聖霊様の力が働き、あなたの御言葉が正しく語られ、また、聞く者の上に、あなたの聖霊様の力を通して一人一人の耳が開かれて、あなたの御言葉をはっきりと理解することができますように、イエス様にお祈りします。アーメン。今日はですね、場所としては、ファーストサミュエルという場所なんですけども、第一サミュエル記、ファーストサミュエル、英語じゃなくて第一サミュエル記ですね、それの4章、から、学んでみたいと思います。第一サミュエル記、4章、その1節から、ちょっと読んでみたいと思うんですけども、ちょっと簡単にバックグラウンドを説明させてもらうと、これが書かれているバックグラウンドはですね、大体紀元前1200年頃です。紀元前1200年とはちょっと想像もつかないかもしれませんけど、まあ、簡単に言えばイスラエル人たちがですね、エジプトから出てきてから大体200数十年経ってる感じの、形で、この後にですね、まだ王様がいない頃、ちょっと裁きつかさっていう時代があったんですけども、裁きつかさの人たちがちょうど終わりかけているその最後の時期です。でこの時期にペリシテっていう国が、イスラエルのすぐ横にペリシテっていう、敵の国があったんですね。でその国としょっちゅうイスラエルは戦争してたんですけども、その話ですね。じゃあ第一サムエル記4章1節からちょっと読みます。サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃、イスラエルはペリシテ人を迎え撃つために戦いに出て、エベンエゼルのあたりに陣を引いた。ペリシテ人はアフェクに陣を引いた。ペリシテ人はイスラエルを迎え撃つ陣備えをした。戦いが始まるとイスラエル人はペリシテ人に打ち負かされ、約4000人が野の陣地で撃たれた。まあ、ちょっと地図をですね、見てもらったらちょっと分かりやすいと思うんですけども、私なんか長い棒があればいいんだけどないな。ですね、これ影でいけるかな。ちょっとごめんなさい。ここがこの部分が、ユダヤ人たちね、このユダとイスラエルで両方ありますけど、これ2つですね、ユダ国 でここにペリシテ人、ペリシテっていう国があるんですね。でここが敵なんです。実はこのペリシテっていう言葉は今あの地域を私たちパレスチナって呼んでますけども、実はこのパレスチナっていう、いまだにイスラエル人とパレスチナ人はちょっと喧嘩してあるんですけども、このパレスチナっていう言葉の語源になったのがこのフィリシティン、ペリシテっていう言葉なんですね。どちらにせよこのペリシテっていう国があってですね、でちょっと拡大するとこれどういう状況かというと、ここにシロっていう場所がありますね。これが実はですね、当時神様の神殿、神殿って言ってもタバナクルって言って、テントだったんですけども、それはシロという場所にありました。これがエルサレムはここですから、まだエルサレムじゃなかったんですね。でどちらかというとシロが首都じゃないですけども、そこに神様の神殿があって、そしてですねそこに祭司、大祭司もいて、で首都のような働きをしてました。でここにエビナザーって書いてますけど、これちょっとエビナザーの場所がですねちょっと未だにはっきりしてません。でも大体辺り、それからアペックって書いてますね。ちょっと全部英語ですけども、ちょうどアペックっていうところにフェリシスの軍隊が来て、ちょうど国境でいよいよ戦いが始まる状況なんです。で戦いをしたんですけども、イスラエルがまず任されてしまって、4000人のイスラエルの、戦いがあってですね、4000人死んでしまうと、こういう状況だったんですね。でこの後どうなったのかということですけど、それがですね3節から読んでいます。民が陣営に戻ってきた時、イスラエルの長老たちは言った。なぜ主は今日ペリシテ人の前で私たちを撃たれたのだろう。シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から、救おう。そこで民はシロに人を送った。彼らはそこからケルビムに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いできた。エリの二人の息子ホフニと、ピネハスも神の契約の箱と一緒にそこに来た。こう書いてあるんですけど、ここでエリの二人の息子って書いてるんですけども、このエリっていうのは、この当時大祭司、
つまり、まあ、どっちかって言ったら、この当時は王様も いませんでしたから、まあ、この大祭司のエリがですね、大体このイスラエルの、まあ、リーダーみたいな形になってて、でこのエリの、まあ、2人の息子っていうのも祭司として神様に仕えたんですね。でこの契約の箱っていうのはどんなもんかというと、こんなやつでこういうやつでですね、ご存知ですかね、これ契約の箱っていうの、知ってる人も言ってはるとは思うんですけどね、イスラエルっていうのは神様が契約の箱を作って、そしてそのタバナクル、いわゆるその神様の、幕屋っていうかな、日本語では神殿の中にこれ置くと、つまりこれがですね、実はまあ神様の、まあ、偶像ではないですけども、イスラエル人たちはこれを持ってるとですね、まあ、戦いに勝つっていうことを考えたんですね。事実聖書ではエリコの要塞をやっつけるとき、このアークオブカバネントっていうんですけども、契約の箱っていうのを皆さん担いで、ちょうど担いでる姿が向こうに見えますけど、まあ、日本で言うたらちょっとおみこしみたいな感覚なんですけども、このおみこしみたいなのをですね担いで、そしてエリコの砦の砦を崩したりですね、過去にはそういうことでこの契約の箱が神様がそこにいてるような形でイスラエルのために戦ってくれたっていう歴史があるね。だからイスラエル人たちはこの契約の箱を持ってくればこのペリシテ人に勝てるだろうと思ったんですね。で契約の箱っていうのは実はですね、これちょっとタバナクル の, あれですけども、大体こういったテントが張ってあって、あそこの建物がありますね。あの建物をもうちょっとこう拡大するとですね、この前で牛だとか殺して神様に生贄を捧げるんですけども、あの中は実はこうなっててですね、表にホーリープレス、つまり清い場所と、その奥にですね、ホーリーオブホーリー、死聖所って言うんですけど、最も清い場所で、ここはですね、本当に大祭司しか入れない、しかも年に一度しか入れない場所で、そこにですね、ここに例の契約の箱が最も清い、最もその何て言うかな、神様がいるべき場所にこの契約の箱が置いてあったの。でこの契約の箱をですね持ってきて、しかし聖書を見ると分かるんですけど、これは誰でもこの契約の箱に触ることが、何て言うかな、祭司しか触れない、祭司以外の人が触るとなんと死んでしまうという、そういう過去にそういうことがあってですね、だから祭司しか持ってこれないんで、エリっていうその大祭司の息子たちが2人いるんですけども、彼らはですね祭司ですから、彼らはですね契約の箱を城から彼らも担いでこの戦いの場所に持ってきようたんですね。この後どうなったかということを、ちょっと、5節読んでみます。主の契約の箱が陣営に着いた時、全イスラエルは大歓声を上げた。それで地はどよめいた。ペリシテ人はその歓声を聞いて、ヘブル人の陣営のあの大歓声は何だろうと言った。そして主の箱が陣営に着いたと知ったとき、ペリシテ人は、神が陣営に来たと言って恐れた。そして言った。ああ、困ったことだ。今までこんなことはなかった。ああ、困ったことだ。誰がこの力ある神々の手から我々を救い出してくれよ。これらの神々は荒野でありとあらゆる災害をもってエジプトを撃った神々だ。さあ、ペリシテ人よ、奮い立て。男らしく振る舞え。さもないと、ヘブル人がお前たちに仕えたように、お前たちがヘブル人に仕えるようになる。男らしく振る舞って戦え。こうしてペリシテ人は戦ったので、イスラエルは打ち負かされ、おのおの自分たちの天幕に逃げた。その時非常に激しい疫病が起こり、イスラエルの歩兵3万人が倒れた。神の箱は奪われ、エリの二人の息子、ホフニとピネハスは死んだ。実はですね、この神の契約の箱を持ってきたら絶対勝つと思ってたんですね。で、過去の歴史では確かにイスラエルをですね圧倒的に勝ったんですね。ところが今回だけなぜかこの契約の箱を持ってきたのにもう大敗北をしてしまう。しかもですね、祭司の2人の息子、祭司も殺されてしまう。どころか祭司も死んだだけじゃなくて、その契約の箱そのものもなんと敵のペリシテに奪われてしまうんですね。こんなちょっと信じられへんようなことがまあ起こったと聖書って書いてるんですね。これ皆さんね、当然
疑問に思うのが、なんで負けたんやろ。しかもですね、なぜ神様は契約の箱最も大切だと彼らが思ってたし、神様ご本人がですね、これを大切にしろと言って、あのこれ作れって言うたら、その契約の箱を全く神様ですね、簡単に敵に渡し、しかもその祭司も殺してしまう、こんなことをなぜしたんでしょう。実はですね、これを知るのはこの少し前の、2章をちょっと見ると分かるんです。ちょっと2章読みます。はい、2章の12節、第一サムエル記2章の12節、ちょっとここから読んでみます。第二サムエル記2章の12節、さてエリの息子たち、エリの息子たちはよこしまなもので主を知らず、この人は祭司のはずなんですけども、神様を知らんって書いてあるね。主を知らず、民に関わる祭司の定めにもついてもそうであった。誰かが生贄を捧げていると、まだ肉を煮ている間に祭司の子が三つ股の肉刺しを手にしてやってきて、これを大鍋や釜や大釜や鍋に突き入れ、肉刺しで取り上げたものを皆祭司が自分のものとして取っていた。彼らは城で、そこに来るすべてのイスラエルにこのようにしていた。それどころか、人々が脂肪を焼いて煙にしないうちに、祭司の子たちはやってきて、生贄を捧げる人に、祭司にこの焼肉を渡しなさい。祭司は、煮た肉は受け取りません。生の肉だけです。というので、人がまず脂肪をすっかり焼いて煙にし、好きなだけお取りください、お取りなさいと言うと、祭司の子は、いや、今渡されなければならない。でなければ私は力ずくで取ると言った。このように子たちの罪は主の前で非常に大きかった。主への捧げ物をこの人たちが侮ったからである。実はあのエリの先ほど、まあ、あの言った2人の子供たち、息子たち、彼らはですね、祭司でありながらお父ちゃんは大祭司で、彼らも実はその息子ですから一応祭司のはずなんですね、まあ、家を継いどるというか。ところが彼らはですね、捧げ物というか、その、まあ、動物を捧げたら、それをその神殿にちゃんと捧げる前にですね、肉横取りして、おお、これ美味しそうな、バーベキューなんか言いながらですね、なんかフォークみたいなの持ってきて、ポッコポッポコ盗んでいく。これ今風に言うたら、教会の献金をですね、教会の会計に入れる前に盗んどるようなもんです、これ。これはひどい。で、まあ、林が神様をバカにしてるんかな、まあ、侮っているって聖書が書いてますけども、これに対してやっぱり神様のこと怒りはったんですね。で、このこれだけじゃなくて、実は22節もうちょっと読んでみたいと思うんですけども、第一サムエル記の2章の22節ちょっと読んでみます。エリは非常に年を取っていた。彼は自分の息子たちがイスラエル全体に行っていることの一部始終、それに彼らが会見の天幕の入り口で仕えている女たちと寝ているということを聞いた。それでエリは息子たちに言った。なぜお前たちはこんなことをするのだ。私はこの民全部からお前たちのした悪いことについて聞いている。子たちよ、そういうことをしてはいけない。私が主の民の言いふらしているのを聞くその噂は良いものではない。人がもし他の人に対して罪を犯すと、神がその仲裁をしてくださる。だが人が主に対して罪を犯したら、誰がその者のために仲裁に立とうか。しかし彼らは父の言うことを聞こうとしなかった。彼らを殺すことが主の御心であったから。なんとですね、このエリの息子たちはその捧げ物をちょろまかしてた、まあ今風に言ったら献金をパクってただけじゃなくて、なんとその、まあ、神殿に仕えてた女性っていうのもちょっと不思議な話ですけども、神殿にいて女性とですね、まあ、関係を持ってたような、まあ、悪いことしあったんですね、ハレンチなことして。これも今風に考えたら恐ろしい話で、教会のリーダーがですね、まあ、教会にある女性と関係を持ってしまうような、そんななんかちょっとこう、私たちからちょっと想像も絶するようなことをですね、このエリの子供たちやってて、でお父ちゃんがやめとけ言うんですけども、子供たち全然、お父さんもバカにするんですね。神様バカにしてるだけじゃなくて、お父さんもまあ侮ってバカにして。しかしここで神の御心が書いてあるように、神様はこの二人の子供、あの祭司たちを彼らの罪の結果
殺すことを考えはった。そしてこのペリシテ人が攻めてきた時、4章の時に主の箱が彼らは稼がなくちゃいけないですから、彼らそれを持ってった時に主の箱も取られたし、当然祭司ですから戦争になったら主の箱のすぐ近くにいたはずなんです。契約の箱のすぐ横に彼らはいて、最後の最後まで主の箱を守る役目にいたはずなんですけども、彼らも殺され、そして契約の箱も敵に奪われてしまう。3万人が死ぬという大惨事が起こります。しかしこの全ての本当の原因はですね、なんでイスラエルが負けたか、それはこの祭司たちの罪。ちょっとここで説明させてもらうとですね、私たち罪っていうことに対して時々深く考えてない時があると思うんですけども、そもそも人っていうのは神のように作られてるんですね。あれ、神様に似たものとして、私たちは神様に似たものとして作られていて、しかも私たち人間が作られた目的っていうのも聖書は非常にはっきり書いてくださってるんですけども、それは何かというと、神の作った被造物、神様が作った全ての創造し作られたもの、被造物、動物も地球も木も花も全て、山も川も全てですね、人間が支配する、まあ支配っていう言葉よりはどっちかというと管理する目的で、しかもですね、神のように作られた理由はですね、神のように管理し支配し、神様のまあ代わりっていうかな、神様の代表として私たちはその神様の作られた被造物を管理し支配する役目にために私たち作られたの、実は。まあただ支配する言うても、私たち支配という言葉あんまり好きじゃないですけど、なんか非常に悪、その自分のなんか身勝手なことをするわけじゃなくて、勝手にですね、支配だから何でも好きなことやっているわけじゃなくて、私たちは神のように被造物を管理する。神様はどういうお方かって言ったらご存知のように愛の方なんですね。だから私たちは神様の、もともと私たちが作られた目的っていうのは、神様の作られた被造物、例えば犬だとか猫だとか動物だとか木だとか、そういったものを愛を持って、まあ、世話をする。実はそれをやるときこそ、もともと私たちは喜びを感じるようにできてるんです、もともと。まあ、一番わかりやすいのは、この、今でもですね、ペットなんか飼ってる人いてはりますかね。やっぱり動物に餌やると楽しいと思うんですね。私ね、奈良行くと鹿がいても、ほんで、あれ、世界にあんなとこは、鹿に手でね、餌やれるというのは、僕、奈良だけじゃ、奈良とまあ、宮島かな、広島の。日本だけやと思うんですけどね。まあ、どちらにせよ、奈良行ったら、鹿が寄ってくるね。鹿せんべいなんか凍ったら、もういっぱい寄ってきて。で、私、あれ、与えるの大好きなんですね。もう、与えて、ほんで、ほんで、鹿がね、パクパクパクってこう食べる。可愛さ。まあ、鹿じゃなくても、もし犬だとか猫とか飼ってはったら、小鳥でもいいですけども、やはりあるいは動物じゃなくたって植物、例えば盆栽とかね、盆栽が大好きなんですよ。あるいは鯉が好きなんですね。魚ちゃんがパクパクやってるのが可愛くてたまらんとかね。で、実は私たちはもともとですね、神様と共にそういった神の被動物を管理し世話する、まあそういったために私たち作られたんですね。当然それをやってると私たちは喜びを感じるはずですけども、ただ問題はですね、私たちが神のように清く神のような存在でなければもともといけなかったんです。で、私たちがですね、その被造物の全てのものを管理するために神様は私たちを神のように作られたということはどういうことかというと、私たちにですね、実は言葉を与えてくださったんですね。で、私たちは人と天使はですね、天使は霊的な世界で神様に仕えるために、そして人間は神様の作った被造物の世界で被造物の管理をするために、それぞれ神のように作られた存在なんです。だから天使も人間も神様が言葉を与えてくださった。なぜかというと、神様ご本人は言葉だからです。わかります？神様なる私たちがなんで言葉を持っているか、そして天使も言葉を持っています。
これは私たちが神に神のようであるという一つの証拠でもあるんです。で、言葉を与えられたということは、実は同時に天使も人間も自由意志が与えられました。反対に言葉が与えられてないんであれば自由意志がないと言ってもいいのかもしれませんけど、私たちは自由意志が与えられている。自分で決める、まあ、力というか自分で判断する力で、残念ながらですね、天使の一部、全部の天使じゃないですけども、天使の一部と、そして人間はアダムとイブの時に、私たちの、一番最初の人間がですね、神様に反対を反する、あるいは神様を侮る、バカにする、いうかな、そっちの道を選んだんですね。そもそも実は全ての被造物が作られた目的っていうのは何かというと、神の栄光を表すためなんです。これ分かります？どういうことかって言ったら、全ての作られたものは、人間も含めて天使も含めて、そしてこの地球も空も星も花も木も石も、全てですね、神様の素晴らしさを表してるんです。神様の栄光、例えば花一本見てもどれほど美しいか分かります？あの花が咲いているあの美しさっていうのは、花は神様の素晴らしさ、神様の英知、神様がどんなに素晴らしいお方であるか、愛に満ちたお方であるかを実は表すために、きれいに花が赤や黄色で咲いてくれとるんですね。私たち人間もですね、そして動物もそうなんですけども、そもそも神様のがどういうお方であるかが現れた形、神様が被造物を作った時、神様が全てを作った時、当然神様の性格だとか癖っていうか、神様を表すものとして、そしてそれは神の栄光、素晴らしさ、あまりにも素晴らしい、この宇宙見てもらったら分かるんですけど、ものすごい素晴らしいんです。そのようにもともと作られている。ところが人間と天使は、先ほど言ったように自由意志があるために、自分自ら神に反する道、神でないような道、これが実は罪って言うんですけども、そもそもですね、私たちはもともと神のように作られていたのに、神から的が外れる、神のようでない、神の義、神の清さから外れる、しかも自分の意思でそれを外れるという道を選んだんですね。この結果どうなったかというと、実は人間だけじゃなく被造物もこの罪という、まあ、呪いがかかりました。例えばライオンが人を食べるとか、もともとそういうためにライオンは作られていません。ライオンにせよ何にせよ、例えば犬もですね、かわいいかわいいかわいいけども、同じ犬が人を噛むことができるんですね。もともとそういうふうに犬も作られていなかった。もともと犬にせよライオンにせよ、神の栄光を表す、素晴らしさを表すために作られていたにもかかわらず、彼らもですね、人間の罪のために、まあ人間と天使の罪のために、この罪というもののためにですね、彼らも呪われたものとして、そしてライオンだけじゃありません、植物に至ってもカビだとか菌だとか、そういうものが人体を侵したり、あるいはウイルスだとかが出てきてですね、神の形に作られている人間を襲ったり、この全てがそもそも目的じゃなくて罪の結果で、こういったものはですね、正直ものすごい醜いものなんです。わかります？神様の作られたもの、神の栄光を正しく表しているものはものすごく美しい、そして私たちはその世界にいることによって喜びを感じるようにもともと作られているんですけども、実は罪の世界、罪をもたらしたもの、その結果ものすごい醜い、ライオンが人を食べるだとか、菌に人間の体が侵されていくとか、全てものすごい醜いもんです。なぜか、なぜ醜いか、それは神の栄光から全く逆さま、反対のもんだから。神の栄光のみ美しいもんなんです。またそう感じるように私たちは作られているし、それしか本当は義なるもの、正しいものはないんです。ところが神から的が外れることによって、つまり罪のものっていうのは神から外れているので、神のようでない、まあ早い話が端的に言えば醜い、
神の栄光を表さない、神の基準、清さ、義から外れている、的が外れている、これが罪なの。わかります？当然ですね、神様は 100% 正しいお方で義なる神様であるから、神様のご性質からいくと、この神から外れている罪になるものはあってはいけない。実は存在してはもともといけない。そもそも天使と人間が罪を犯したその瞬間、本来であれば瞬時に存在もともとしちゃいけないわけです。そうでないと神様ご本人の性質ではなくなってしまうんですね。なぜかというと神様は完璧なお方で、何一つ間違ったこともないお方なのに、神に反するものが存在することになるし、だから当然そもそも存在できない。だから滅び、つまり死っていうのは罪の結果、私たちはそもそも死ぬものとなったんです。つまり存在もともとしてはいけない。神の作られた完璧なパーフェクトの世界では、もともと本来私たちは存在すらしちゃいけない。しかし神様は実は時間もコントロールなさってるんで、神様の愛、まあ思いやり、優しさ、恵みによって、ほんの短いかもしれませんけど時間の間、神様待ってるくださる。神様はご本人の愛、思いやりのために、その罪っていう世界を今のとこ存在することを今のとこ許してはる。どっちかギリギリって許してはるっていうか言い方いいのかな。しかも神様は何を考えられたかというと、神様ご本人が人となってきて、そしてこの罪のための滅びというもの、人が滅んでしまう、人だけではなくて全ての被造物が実は同時に滅んでしまうんですけども、そのために神様ご本人がなんと、私たちのこれまた想像をはるかに超えたことですけども、神様ご本人が自分自身を滅ぼすことを、つまり私たちの身代わりになる、私たちが滅ぶんではなくて、私たちの代わりに神様自身がその罪の罰を受ける。でこれを計画なさり、そして人として神様来られて、そしてあの十字架についた。私たちがその神様を唯一愛する、受け入れる、この神様こそ私たちの罪の全ての問題を自分自身が滅ぼしてくれた、死にもって、そして神様自身が自分が死ぬことを計画なさり、私たちがその神様を受け入れた瞬間、実はその時初めて私たちが唯一ですね、神を愛するという、少し神様らしいことをしたんですね。それだけで私たちがその希望のあるもの、神を愛したもの、神を選んだものとして、神様から一方的に私たちを許してくださる。つまりここがすごいんだと思うんですけども、私たちは罪の形を持ったまま、もう一回言いますよ、ここ絶対間違えないでほしいんですけど、私たちは罪の形を持ったまま義と認められるんです。私たちは実は義にはなってません。わかります？罪の形を持ってます。しかし神の目から見たら、あなたの罪は問いません。一方的に罪の形を持っていながら、私たちは神様に義と宣告された。あなたは間違っていない。実際にはですね、私たちは罪の形を持ったままなんです。なぜかというと、アダムとイブから来た体の中に私たちは入ったままで、しかし神の目から見たら、神様を愛したという、神様を受け入れたという、その神様、神を信じた、神様にイエス様の姿を見て、あなたこそ神様で、私はあなたに従っていきます、その従順な姿、心、それだけでですね、一方的に神様が私たちを義と宣告されて、そしてそんな値打ちのないものをですね、神様がもうあなたを永遠の命、つまり私たちはそれでですね、義と認められたために、
知らなくて済むんです。しかし罪の形は残ったままです。ですからどうなるかというと、私たちはまず神を受け入れた瞬間、義と義にまず永遠の命が与えられて、まあ俗にクリスチャンになって、そして私たちはもう死なないものに、その時点ですぐに変わります。しかし罪の形があるために、そこからはですね、私たちはなんと神の形に少しずつ変えられていきます。私たちが罪の形があるにもかかわらず神を愛したという、そのごくわずかなことですけども、それだけで神様が私たちに入ってくださり、聖霊様来てくださり、そしてなんとですね、罪ある罪深い私たちの性格性質を共にですね変えてくださって、私たちが少しずつ少しずつですが神様のようになっていく。つまり私たちが神様を信じた瞬間、私たちは信者になりました。信じる者になった。その時点で永遠の命を与えられて、クリスチャンになる。しかし信者になるのと弟子になるのは少し違うんです。信者になった後、この私たちの罪の性格っていうのは聖霊様の力を通して少しずつ変えられていくんですね。それには痛みが伴います。苦しみ、痛み、そして試練も伴います。まあ痛みだから。そして私たちはその弟子になった時点で、私たちは十字架を追って、あのイエス様の痛みを感じながら、私たちが少しずつ罪の性格を持っているものから少しずつ清いものになっていくプロセス、これが弟子のプロセスなんですね。これは痛みを伴います。しかしやがてもう気がついておられると思いますけども、そういったたくさんの痛みを持ち、そしてたくさん十字架を追ってきたクリスチャンは、いかにも神様のような人間にいつの間にか変わっていってくるんですね。これが奇跡なんです。これはね、絶対普通じゃ起こらない。私たちはとても人を愛せないような人間なのに、いつの間にかアガペの愛をできるような人間に、たくさんの痛みを持って、たくさんの学びを持って、やがて変えられる。そしてですね、クリスチャンを長くやればやるほど聖霊様の力を通して、私たちはいつの間にか、いやー素晴らしい人になってるって言い方いいのかな。で、そのそういった聖霊の宿りのある方は必ずこのプロセスを踏むことになります。そして最終的にはイエス様のような人間、キリストのようなもの、つまりクリスチャンになります。私たちは最終的にはですね、なんと、まあ私たち神様にはなりませんけど、他の人から見たら神様のような清い人間、罪を犯さない人間、そういった人間に少しずつ変えられていく。これが実は弟子なんですね。先ほどの第一サムエルの4章で、神様の契約の箱、神様ご本人を示す契約の箱は、エリの2人の息子の罪のために、なんとエリの2人の息子は死んで、しかも神様の契約の箱は神様ご本人が犠牲となって、エリの2人の息子を戦場に連れてきたわけですね。そして神の箱も犠牲となって敵に捕らえてしまった。イエス・キリスト、イエス様も神様ご本人が人となって、そして私たちの罪のために、なんとご本人が犠牲となって私たちのために死んでくださったんですね。ただこの契約の箱は、実はこの後ですね、4章以降を読むと分かるんですけども、再びイスラエルに戻ってきます。そしてまたイスラエルの神殿に安置されることになります。そのようにイエス様もご本人が完璧に死んだんですけども、なんと復活、このイエス・キリストの復活っていうのは、私たちが死なないんだという、もう確実たる証拠でもあり、
私たちは義と認められた人間に対してはもう死は何の力もない。私たちはもう永遠に、まあ、命を持ってる。つまり滅びないっていうことなのね。そして私たちは神様と共に復活して、そして永遠に生きる。これが私たちに与えられた約束。それまでは私たちはこの地上で罪との戦いがあります。はい、そういうことですね。最後に、ちょっと待ってくださいね。はい、ヨハネの3章の16節、これみんな知ってる場所ですけども、ここをちょっとゆっくり読んでみましょう。ヨハネの3章の16節、じゃあ、読みます。ヨハネの3章の16、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。もしですね、まあ、この、ビデオを見ておられる方でもいいし、まあまだイエス様を信じてない方おられたら、今すぐこの神様を受け入れてください。その瞬間あなたには永遠の命が与えられ、そしてもう義と一方的に宣言される、もう清いものとして認められます。でその後聖霊様の宿りを通して清いものに少しずつ変えられていく、そのプロセスを踏んでいきましょう。はい、じゃあ、お祈りを持って、終わります。神様、今日は神様の御言葉から、私たちの、救いについて学びました。特に、罪というものの、恐ろしさ深さを感じます。罪のあるものは滅びなくてはいけません。あのエリの息子たちの神様をバカにした態度、なんと多くの人が神様を未だにバカにし、そして侮い、あなたがわざわざ来てあの十字架にかかっておられるにもかかわらず、その神様のもとには来ません。どうか多くの方に心が開き、そしてあなたを愛する心が与えられますように、そしてあなたを受け入れ、永遠の命がその瞬間に与えられますように。また永遠の命が与えられた私たちクリスチャンは、これからの罪の性格を聖霊様と共に変えていただき、少しずつ少しずつイエス様のように変えられていくことができますように、またそのために良きしもべでありますように、どうか私たちに力をお与えください。イエス様によってお願いします。アメン。はい、以上でした。